白いワゴン道の隅に寄せて止まって脅かすなよもう私は歩いてる。水曜日はドラゴンボールの日だから朝から上機嫌。大人になってもずっとその調子。ああ私は平日のど真ん中をそうやって乗り切る漫画家先生どうもありがとう。通りすがりの家の庭の鉢植えにサボテンがまるで栽培マンみたいに生えていたから今日は最高。我ながらハッピー。単純な頭でラッキーだなんて思いながら白いワゴンに戻ってフロントガラスを見てみれば中継